漫画、ラノベを全然読まないアニメオタクが最近読んで面白かった作品を2つ紹介。なんと、前回の動画から5ヶ月ぶりに漫画を見ました。そして、今回紹介する作品は、全部マガポケで読める作品なので見てみてね。1作品目は、黒猫と魔女の教室です。アニメにもなっている寄宿学校のジュリエットの金田洋介さんの最新作、魔女見習いスピカ。バルボは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた。魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた。呪いを解く鍵は〇〇にキス。ポンコツ魔女×黒猫先生の魔法学園ファンタジー。まさかのキスの場所が予想外なので見てみてください。2作品目は、骨抜きご飯ウブで奥手なハンケバスにハートをください。クラスではかなりおとなしめの女子高生、津山と綾乃は突然の事故で体の半分が先バスのハンケバスになってしまった。それは生きていくためには毎日男子の食べなければいけない運命を意味した。ウブで奥手なツヤモトは男子を骨抜きにして食べることができるのか、ドキドキサイインエッジコメディ。今回は本嫌いでも面白かった2作品を紹介しました。マガポケで読めるので、ぜひ皆さんも読んでみてください。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。ツイッターもやってるのでフォローお願いします。それではバイバイ。